リト君。いやー、キリト、いいところに来た。ちょうど今、新しいイベントの情報が入ってきたところだぜ。すっごく変なイベントなんだよ。二人一組で NPC に将来のことを占ってもらうだけでアイテムがもらえるんだって。しかもその相性によってもらえるアイテムの種類が違うらしいの。君のことだからレアアイテムには興味津々なんでしょ。場所は中央広場の裏手でいいんだよね。ね、すみません、私たちの将来のことを占ってほしいんですけど。いいですよ。なかなか変わった運勢をお持ちのようですね。しかし明るい未来というわけではなく、善と多難なようです。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。明るい未来を切り開けますよ。なんかあんまりいい占い結果じゃなかったけど、これは？初めの頃キリト君も使ってたよね。これ
レアアイテムとは言えないよね。なんだか地味にショック。アニールブレードか。キリトとアスナの相性が良くないってこともないと思うけど。じゃあ今度は私が行ってみる。リアルに妹なんだから相性は抜群なはずだよね。ことじゃないような。すみません、将来のこと占ってほしいんですけど。確かな未来を感じます。しかし望まなければ叶うこともないでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。確かな幸福を手にできますように。ねえ聞いた、お兄ちゃん、望めば叶うんだって。しかも確かな未来だって。私は占い師に話しかける前から相性の良さをアピールしておかなきゃいけないんだと思います。なるほどね。それでどうやってアピールするのよ。複雑なんですけど。アスナさん、キリトさんをお借りします。すみません、二人の将来を占ってほしいんですが。
私の背中から覗き込む感じで、体を近くに親しい感じで。できますね。光り輝く未来が見えました。たやすい道のりではありませんが、必ずや乗り越えることができるでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。輝く未来が訪れますように。なるほどなるほど、イチャイチャするのが重要か。本当にイチャイチャすればレアアイテムが手に入るのか、またイベントをやって確かめてみようよ。じゃあ私、リベンジしてもいいかな。もっとたくさんイチャイチャすればいいってことだよね。ままじゃ負けっぱなしみたいで嫌だし。じゃ、俺もお供させてもらうぜ。どのくらいのイチャイチャでレアアイテムが出るか見定めねえとな。やって。
じゃあ将来のことを占ってほしいんですが。もう告げるべきことはありませんよ。最善と思うことを行ってください。試してみるってのはどうだ？違う違う、お前じゃない、女子だ女子。ごめんなさい、私なんだか疲れちゃって。私も。おい、俺すごく傷ついてるからな。それあれ、みんなこんなところで何してるの？実はですね、順番で私に行かせてもらうわよ。うん、どんな風にイチャイチャするの？そうね、しないから安心しなさい。お待たせ。そうだよ、じゃあこれをキリトに食べさせてみて。どういうこと？珍しい運勢ですね。珍しい道がゆえに人との助け合いが大切になってくるでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。幸多き人生でありますように。
でも価値は高くないかな。そんなに珍しくもないし、嬉しいけどさほどじゃないって感じ。なかなかこれってものが出ないね。いや、出たら出たで複雑なんだけど。じゃあ、今度は私がやってみますね。姫様抱っこしてください。もっとギュッとしてください。はい、そうです。将来のことを占ってください。変わった運勢ですね。何か大きく立ちはだかる障害があります。それを乗り越えれば永遠の絆が築かれることでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。実り多い生涯が遅れますように。これは回廊結晶ですね。そうじゃないと説明がつかないもんね。